はい、どうも、森です。今日は明日に迫りました、我らがコンサドーレ札幌の J1 第33節の相手、FC 東京戦を、考えていきたいと思います。スタメン予想とゲーム展開をこう、事前に考えることで、明日の試合をより楽しんでいただけるかと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。普段こちらではコンサドーレ札幌中心に坂野が解説してますね。ご興味あればチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。FC 東京戦はもう明日に迫ってますけども、僕自身めちゃめちゃワクワクして、テンションもうぶち上がってます。なんでかっていうと、まあ、いつもの試合もですね、前日から楽しみにはなってるんですけど、明日僕この試合行くんですよね。現地に、アジスタに行くので、もうめちゃめちゃ楽しみにしているんですけども、まあ、ぜひですね、見つけていただいたら、お声掛けしていただいたら嬉しいんですけど、まあ、一個注意点としては、僕も友達と言ってて、その中に双子の弟も紛れてるので、まあ、声かけるときにですね、どっちなのかなと、すごく似ているので、よーく見てから、おそらく僕現地でこの4番の菅選手のユニフォーム着てるので、そっちなので、その注意しながら声かけていただければと思いますが、まずこの試合の得点予想、スコアは皆さん何対何になると思いますでしょうか？ぜひコメント欄の方で書いていただければ嬉しく思います。僕自身のスコア予想もですね、この動画の最後にお伝えしたいと思います。それではまず FC 東京のですね、スタメンから予想していきたいと思いますが、あくまで僕の予想なので、当たる当たらないはあれなんですけど、かなり大胆な予想させていただきました。ただ、FC 東京さんのスタメン考えるの今回めちゃめちゃ難しいなと、いうふうに思いました。なんでかっていうと、FC 東京さんがこの終盤にですね、ちょっと失速していて、まあ、今現在4連敗中なんですよね。なのでなかなかリズムが出ないっていうのもあって、スタメンも毎試合違いますし、フォーメーションも毎試合違ってるような感じなので、どのフォーメーション、どのスタメンで来るかっていうのはすごく予想がしづらかったんですけど、僕はこんなメンバーを予想しました。442で来るんじゃないかなって声もあると思うんですけど、僕は結構大胆なスタメン予想をしてみました。3バックです。3-4-1-2 みたいな感じで来るんじゃないかなと僕は大胆予想してるんですけども、まあ理由としては、川崎フロンターレ戦ですね。前半は、まあスタッツを見てもそうですし、実際内容を見てもそうなんですけど、かなり、押し込まれてピンチを作られ続けた。一方攻撃面で言うと、さほどこの脅威を与えられなかったところを考えて、後半ガラッと長谷川監督、采配いじってきました。で、これが後半のスタッツなんですけど、このメンバーとこの並びに後半から変更して、まあ、もちろん川崎フロンターレの攻撃力があるので、かなり押し込まれではしたんですけど、あの川崎フロンターレ相手にかなり攻撃でチャンスを作り始めましたし、一気にリズムを変えたってところを見ると、まあ、4連敗って、まあ、コンサドーレもですね、今年かなり連敗は、重ねてしまったので経験があるんですけど、やっぱり監督としては流れを変えたい、っていうのもあると思いますし、流れを変えたいって考えた中で、少しでもいい状況を作った布陣で臨みたいっていう考え方はあると思うので、僕は結構大胆な予想かと思うんですけども、このメンバー 3-4-1-2 を予想しました。この FC 東京のメンバーの僕なりのキープレイヤーっていうのは、まあ、もちろんこの前線、まあ、この3人が出てくるかわからないんですけど、まあ、ディエゴ・オリベイラ選手、永井選手、レアンドロ選手のこの3枚がボールを持つとすごく嫌だなぁとは思いますけども、僕個人のキープレイヤーとしては、この渡辺選手、渡辺剛選手はですね、もう、前回のコンサドーレとの対戦、ホームでの、コンサドーレホームでの対戦あったんですけど、まあ、その時も、ほんと J 選手相手に空中戦取ってましたし、J 選手があれだけ上取られる、空中戦取られるっていうのはなかなかシーズン見渡してもそんなになかったので、まあ、それぐらい空中戦の強さを発揮してますし、この試合でももちろん出てくると思いますけど、まあ、統率力とフィジカルと、この選手いるだけで嫌だなーって思うふうに思うので、まあ、個人的にはもっともっと、こう、評価されていい選手じゃないかなと、思いますけども、皆さんはどう思いますでしょうか。本当にクオリティの高い選手だと思っているので、この試合でもすごく嫌だなと思っているので、ちょっとキープレイヤーに挙げさせていただきました。一方、コンサドーレのスタメンなんですけども、前回の FC 東京戦では、J 選手のワントップシステムを置いてました。ワントップで来るのか、それとも、アルノ選手を置いてゼロトップで来るのかってところだと思うんですけど、僕は、前回の川崎戦のスタメンのまま来ると思います。理由としては先ほども言ったんですけど、まあ、前回の対戦の時に、J 選手の、ポストプレイだったり、空中手の、この渡辺選手にやっぱかなり抑えられたってところを考えると、あそこが起点できないと FC 東京ペースになる可能性はあると思ったので、今回はゼロトップで来るんじゃないかなと。ただ、それを踏まえてでもまた J 選手にお願いすると、期待するってところはもちろんあると思うんですけども、まあ、どっちが来るかわからないですが、僕個人としては、ゼロトップで行くんじゃないかなと。前回の川崎フロンターレ戦、あんなにもう独走中の川崎フロンターレを、守り切って勝ったんじゃなくて、攻め切って勝ったっていうのを考えると、
あんまりこうフォーメーションはいじんないんじゃないかなっていうのは個人的な予想です。じゃあ試合展開はどうなるんだってところの前にですね、少しだけ余談を挟むと、まあ、FC 東京に対しては僕結構思い出があって、っていうのも僕も、東京出身ですし、まあ、小平グラウンドまで車で15分ぐらいのところに住んでいたので、まあ、よく FC 東京の練習とかも見に行ってました。FC 東京との一番の思い出っていうとですね、FC 東京で活躍した徳永選手、僕は勝手に徳さんって呼んでましたけど、僕が大学1年生の時にですね、試合の手伝いで担架を運ぶ位置に1年生で端っこにこういた時にですね、早稲田大学と、どこの大学か覚えてないんですけど、試合があって、そこの4年生でですね、徳永選手出ていて、怪我したんですよね。で、僕担架がかかりたんで、急いで徳永選手のとこ行って、徳永選手を担架に積んだんですけど、積んで分かったんですけど、もうめちゃめちゃでかいなと思って、怪我してるんで笑っちゃいけないんですけど、でかすぎて、もう、これがプロになる選手かって思ったのを覚えてます。まあ、完全に余談なんですけど、まあ、FC 東京といえば僕そんなイメージがさっと出てきたんでちょっとお話しました。じゃあこの試合の展開の予想をしていきたいと思うんですけども、まず FC 東京が先ほども言った4連敗中です。その4連敗の内容を見てみると、まあ、退場者を出してしまったりとか、自分たちのミスでリズムを崩してしまっていた試合もあって、非常にもったいないなと思うんですけど、まあ、客観的に冷静に見ても FC 東京の選手一人一人のクオリティが高いですし、やっぱり強いチームだなというふうには思います。ただ我らがコンサドーレ札幌、この4試合振り返ってみるとやっぱすごいです。すごく好調だと思います。まず4試合前を振り返ってみると、鹿島トライアル戦で、シーズンダブルを達成していますし、横浜 FC 戦でも勝利してます。その次のガンバ大阪戦は負けてますけど、内容を振り返るとすごくいいサッカーをしてた、中での負けの後に、王者川崎フロンターレを倒してますから、3勝1敗、しかも負けた試合は内容が良かったというところで、非常に、内容も結果も出ているこの4試合と、FC 東京は4連敗というところで、この流れから考えてもですね、おそらくこの試合の展開は、まあ、コンサドーレが、ピッチを広く使ってボールを保持しながら攻める時間が多くなるんじゃないかなと。コンサドーレの守備の時間はですね、前線からのハイプレスでショートカウンターが機能していく、展開になるんじゃないかなというふうに予想しますけども、一方で FC 東京の方は固い守備ブロックを組みながら、きっちり守りきりながら隙をついて前線の選手にいいボールが入って仕掛けていくというような、展開を僕は予想しております。この試合のポイントというところで、考えると、 FC 東京の前線の選手たちにどれぐらいいいボールが入るのか、何回いい形でボールを預けられるのかというところが、この試合を分ける、ポイントなんじゃないかなというふうに考えています。まあ、そうなるかどうかは、まあ、例えばコンサドーレが、毎回毎回攻撃で攻め切ってシュートまで形いってたら、 FC 東京の方は陣内にだいぶ押し込まれて、前線の強力選手たちにいい形でボールを預けられないと思いますし、コンサドーレの速いプレッシャーを回避できないと、まあ、当たり前ですけど前線にいい形でボールが入らないので、まあ、そのあたり FC 東京の前線の選手たちにいい形で何回ボール入ってるんだろうって思いながら見てると、この試合の流れとか状況っていうのは掴みやすいと思うので、そこを注目して見てみると面白いかと思います。今シーズンお互い主力がですね、海外に放出されてしまいました。日本代表クラスがですね、まあうちで言うと鈴木武蔵選手、FC 東京で言うと室谷選手と橋本選手が海外に移籍して海外で活躍してます。まあ、当たり前ですけど主力選手、日本代表クラスが抜けてそれを補えて今シーズンの間に言われてもですね、結構難しいのは重々承知ですし、お互い大変だなっていう気持ちを持って、まあ、リスペクトの、その中でも頑張っている両チーム、リスペクトの気持ちを持って、FC 東京のことも、北海道コンサドーレ札幌のことも見てますけども、まあ、試合が始まったら、もうバッチバチで戦ってほしいですし、そういう展開を僕も期待しています。最後に僕のスコア予想はですね、2対1で北海道コンサドーレ札幌の勝利と、考えてます。皆さんはどう思いますでしょうか？ぜひコメント欄の方にも教えてください。明日の試合、僕もやっぱりコンサドーレサポーターなんで、ぜひ勝利を願ってますけども、その根底に、もう本当に素晴らしいゲームになってくれると、一サッカーファンとしても、嬉しいので、素晴らしいゲーム期待して、明日の試合見ていきたいと思います。また試合後に解説動画出したいと思いますので、ぜひご興味あればチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今日は J1 第33節、我らが北海道コンサドーレ札幌と、FC 東京のスタメン予想、そしてゲーム展開を予想しました。普段このチャンネルではコンサドーレ札幌を中心にサッカー動画を配信していますので、ぜひチャンネル登録していただいて一緒に応援しましょう。それでは、バイバイ。